高いボール、ファーサイド、ヘッドでクリア。シンラが顔に当たってしまったということで、ホイッスルが鳴っています。よしですかね。そうですね。アンドレですね。アンドレは今日1枚イエローが出ていますが、今のアクシデントとはいえ顔にスパイクの裏が当たってしまったプレーです。まあちょっと切れてなければいいんですけどね。ちょうど西京極で行われたこの京都戦で清原は山口蛍と交錯して、その時も怪我で途中で交代していますが、まあ、アンドレはもう1枚もらってますし ね、ちょっと気をつけないと、はい、もちろん意図的なプレーではないんですが、結果的にスパイクの裏が顔に当たったということで。